ソクラテス、ジーコ、トニーニオ・セレーゾ、ファルカンな。そして最後が。ファルカン、ソクラテス、ジーコ、トニーニオ・セレーゾ。これが黄金のカルテットっていう、今もなお伝説で語り継がれるダイヤモンド。よく覚えてるな。いや、俺相当知っとるよ。ファンタスティック4とか知っとる。サッカーやん。うむ。ロナウド、リバウド、カカ、ロナウジーニョ。これファンタスティック4。めちゃくちゃ弱そう。相当強かろうが、こんなおったら負けんわ、もう。カフ。ロベカル。なかったリバウドじゃない。誰やったんかな、じゃあ。アドリアーノかな。ダンスロナウドかって。なんでサッカー民も紛れ込んでんだよ、ここは。あ、ロビーニョか。リバウドじゃなかったロビーニョや。この世代のブラジルやばかった。いろんなじゃない。馬だろ、今は。むしろ、安田記念なんだよ。あれ？コロナの関係で海外招待馬とかおらん？そういう情報はない？大丈夫？ない。大丈夫か。もっとサッカーの話しろ。いや、俺海外戦やで。悪いけど。日本のサッカーとか全く興味ないけど。むしろ嫌いなレベルな。ワールドカップで日本出たらお前死のグループに入ってほしいと思ってる。ブラジル、ドイツ、アルゼンチンくらいのところに入ってもらって結構なんですけど。アンチケット。いや、もう非国民レベルやで、俺。国民名。ええよ、別に。もうジャパンに何の期待もしてないけん。1ミリたりとも。愛媛 FC とかマジゴミな。でも相当憤怒のごとく怒られるけん。これ、ジャパンサッカーのファンのやつに言ったら。なんなん、お前って。お前何様だよって。はあって。マジ興味ないんですけど。ジャパンに上がってほしくないと思ってるけんな。俺ベルギー戦とかマジで笑いそうになったわ。本当ありがとうございますって。前のワールドカップの、こうあるべきよなーって。言わなくていい。ぐらいアンチやけん、俺。日本の。なんでそんなんやるって、兄の国の、あれなんかも。ルカクや、ルカク、アザール、デブライネな。ほんと嫌いよなって。
いやもう、その前のポーランド戦とかでもう俺ら本当にな、ぶち切れそうになっとったけどな。何度こいつらって。死ねって。天中、天罰が下るぞお前らって思いよった矢先のあのベルギー戦よ。お前来た来たって。ようやく天中が当たったかって思ったわ。あんなしょうもないしおるサッカー応援できるかっちゅう話なんですわ。なんか嫌いなんて、戦い方。もうすべて。勝てばええんやって。まあそうかもしれん、確かに。それはでも、浅ましいんですよ。もうちょっとやりようあるでしょ。別にそこまでやらんでもええですやん。このチームも時間稼ぎとかしてるやろって。清いの。お前ら清すぎるで、心が。いや、俺はそうは思わんね。もっとアグレッシブに言ってほしかった。ゲルマン魂とか好きそう。まあでもそうやって、あれや。それはな、熱狂的サポーターもおるけん、俺もそこまでは言わんよ。何？激励に触れるんは確かにまずいような気がする。でも別に見れる、あれかっつったら、そう見れるもんでもないしな。花がないんじゃ、花が。そもそも、もう、ざっくり言ったら。ジャパンのサッカーには。十分言っとる。海外かぶれなんや。やっぱなんだかんだ。分かってますか？そもそもワールドカップの優勝国言えますか？え？今まで、ね、こんだけ大会やって、ブラジル。ウルグアイ。言ってみるわ、余裕よ。アルゼンチン。イタリア。イソグランド。フランス。スペイン、ドイツ、1,2,3,4,5,6,7,8、こんなもんじゃないか。こんぐらいしかいないんだぞ。終わり？こんなもんだろう。これだから。こんなもんなんだから。イングランド優勝1回しかない。フランスはジダンの時と、あれか、2回ですね。スペイン1回。ドイツが、ベッケンバウアー、ルンメニゲードイツはあれだろう、もうちょいあるだろう、3回ぐらいあるんじゃないか、4、いや3ぐらいだろう。イタリアもまあまあやっとるよ。3かな。アルゼンチンが2で、ウルグアイ2の、ブラジルが
4? オランダ優勝してない。オランダは、クライフの時の準優勝までやな。こんなもんじゃないか。おそらく。大体ブラジルなんだよ。そう。これペレの時にもう2回ぐらいしとるけん。ペレ2とかやけん。ロッシー。黄金の子ロッシー。カペロッシ。クソゲー。これがマラ。マラと、あれよ。誰やったかな、あいつ。マタドール。ケンペス。マリオケンペス。ケンペスや。さ。ウルグアイは、レオニダスな。違うかも。これブラジルやったかも。ドイツはいろいろあるよ。ベッケンバウアー。ルーンメニゲ。スペインはあれだろう。シャビとか。フランスは我らがハゲの希望、ジダソ。ジダンと、あいつよ。エムベパな。イングランドは、これは誰やったかな?あれじゃないか。まあまあ古いんよ。しかもなんか疑惑の、これ疑惑な。イタリアはもうちょいおったな。これあれだろ。何の時だ。アールバッチョの時は惜しくも死んだんよ。デルピエロ、いやデルピエロやったかな。トッティ、トッティ、カンナバーロやろ。カンナバーロ。ブッフォン。こんな感じじゃないでしょうか。結構、分かってんじゃん。マテラッツィ。というぐらい、な、敷居が高いんよ、ワールドカップを取るっていうのは、この、何?こういう、なんかあるじゃろ。地球儀が書かれとるような。俺は取れんのじゃ、なかなか。そんぐらい重きもんなんよ。それに行くっていうのはなかなか難しいんよ。ベスト4の韓国が誇らしいな。いや、ほんとな。まさかアジアでベスト4まで行くとは思わんかった俺も。すごいと思ってる。兄の国っていうだけで誇らしいわ、俺も。やっぱ兄の国はすごいわ。うん、祖国。いや、祖国じゃねえけど。でも、あの大会のジャッジは、言うな!それ以上、消されっぞ。それ以上言ってはいけない。中東の笛。まあ、できることなら、俺は、ワールドカップの初戦に、こうなってほしいわけよ。いきなり。おっ!バカが、どっから繋がった、これ。なぜ上か、上が空いてるのか。
バングラデシュ、バングラデシュって言うな。合ってるのか これは。なんか違うな。わあ。これだろうな。血のロマン。あ、お前が話してるんか？いや、してない。俺はしてないぞ。こんな感じじゃなかったか？違うぞって。大体合ってる。外されてそう。あとは、まあ。バカが。こうなんかつながっとったな、さっき。まあ、こういう感じになるだろうな。これでどうなるかっていうレベルだろう。玉金ですやん。ここで勝ち上がってこれるんか、お前って。スウェーデンな、68の軍って。まあ、本命はイタリアとアルゼンチンだが、全敗もあり得る でも、スウェーデン今もそう強くないけんな、確かに。じゃあどうすんのって。やめろー！変えるしかないじゃろうって。どやーって。もう待ったなしやろ、こんなん。激戦。無理よー いや、無理やろ、こんなとこ入れられたら無理やろ。加点。イングランドは強い。
ベンゼマは代表復帰。いや、したとこでやろ。別に。復帰は強いんすよ、俺。ありえん。いや、わからんぞ。ありえるかもしれんぞ。そういうのも。嘘つけ。いや、言ったら書けるんだが。なんかの国旗言ってみ。リビア、ミャンマー、いや。スペイン、スペイン、スペインとかもう本気で行くで、俺。何これ あっ、でもそれっぽいんだけは分かってほしいと思ってる。なんでやねんこれ、クソが。受けも楽。いや、でもこんな感じやけん、マジで。ここ赤で塗りつぶしたんだから、もう塗りつぶせない。赤、黄色、赤よ。知っとんやって、俺、そういうんは。オーストラリア。オーストラリアは簡単よ。キモこんな感じだろ。ちょっとおしゃれ。アメリカ。アメリカとかもう余裕ぞ、俺にやらしたら。もう完璧にいけるけん。よう俺にアメリカを欠かしたっていう。
こんな感じじゃろうて。色塗ってやめんどくせえ。もう。大体合ってる。韓国。韓国は、あれだろ。どうやったかな。猛国ぞ。はい。こんな感じだろ。確か。大体合ってるな。それはもう僕も分かってますから、わきまえてますから、なんとなく近いの分かるな。かっこいい。それな、ブラジル。ブラジルはなぁ、まあまあ難しいんですよ、ブラジルは。バングラデシュ。逃げんのやめろ。難しいわ。わからんわ。忘れたわ、もう。逃げな。いや、もう、わからん。難しい。もっと簡単なんない。国際問題よ。あれはどうなん、そういや、お前ら。大阪直美ちゃんについてはどう思っと。あれはなんなん、なんでああなった。俺心を痛めとんやけど。直美用に。今度はテニス。やめとけ。いや、何が嫌な、あの、会見拒否っていうのはどういうことなん。あの、破壊資産に対してのクレーム言われるんが嫌やけん、逃げたん。そういうことな。ではない。それとは別な。ジョコビッチすらお前、もう、擁護するレベルぞ。いやいや気なんよ。いや、でもやらなきゃ。それも仕事の一環じゃろうって。会見嫌って。なんで嫌なん、会見が。突っ込まれるんが嫌な。なんでラケット破壊したんですかとか。そんなんが嫌やけん。もう、
嫌よってなった。ナオミ派か？いや、ナオミ派じゃないよ俺。いや、やれやって思うけん。なんでお前やらんのぞって。お前のそんなん通らんちゃろって。みんなやりよんのなんでやらんのぞお前って。俺昭和のやけん。打つなよって。いや、打つでもよ。女の子なんや。擁護するんけ。誰でもそうよ。いや、そうかもしれんけど、でもみんなやるよんやけん。やるべきでしょうって。でもなぜか世論は味方しとんやな。そこに。ゲセム。一石を投じたんやって。それが、なんかこう、称賛される風潮。俺はわからんね。罰金払ったんやからやらんでええやろ。でも棄権する必要はなくない？じゃあ。言うほど称賛もされてない。うん。アンチか？いや。でもそうやん。やろうよ。そんな、別に。やったらいいですよ。なんで嫌な。最後、お前、試合終わった後に会見するの何が嫌か。心のケアとは一体って。今日の大祭。心のケアとは。これ何なんす？何？マスゴミの、あれが嫌な、ゴシップが。頭のケアをしろ、俺は。授業の開始よって。心。人間の心ですわ。でもよ、別にもう試合終わったらとりあえずなんか、会見はするじゃろ？こう。今日はあれでしたって。藤井先生だってお前勝ったらやってたし、負けてもお前。インタビューはあるんぞ。悔しくてもやりよんや。なあ。そこをちょっと放棄するのはいかがなもんかなと思うんですけど、俺は。毎回同じこと聞かれる。いや、聞かれても言ったらいかろうが。いや、今回はもう綺麗に決まりましたって。ふてくされとったら映画やりたくないんやったら、別に。失礼なこと言われるらしい。いや、そんなん受け流したらスーって。ああ、そうですね。ってバカやな、こいつってなったらええですやん。それができないからやってるんだろうって。耐えれんのよ。ナオミ。ごめん。俺分かってなかった。お前の。その心まで。こんなん俺が言うんは、ゲスやったわ。すまんかった。こらえれんこともあるじゃろって。お前、俺がどんだけこらえれんこと言われるか分かっとんかい、常々。お前らからの集中砲火。それでもお前、記者会見開きよるようなもんやぞ、これ。なんか、いや。マスゴミ。言えたじゃねえかって。そうじゃん。こらえやの。いや、嘘よ。そんなんないやから。超優しい方よ。そう思ってる、俺も。でもな、ちょっとな。あれにはちょっと、どうかと思うよな。だそれをすることにより、またファンとのつながりも、あるんじゃないですかって。
でもな、なんか俺新聞見よったんよ、今日。愛媛新聞見よったら、今はそういうので、ファンを、こう、やる時代ではないみたいなのが出とったんよ。ソーシャルメディア、SNS とか。で、いいんじゃないんですかみたいな。はぁーって。時代も変わったねって。そういうもんかって。へぇーってなったら、まあ、確かに言われてみればそうやなって。でもそれはまた別の話じゃないんでしょうか。スポンサーがあるから不利。でもスポンサーは、意外と、スポは、ナオミ寄りだよな。こんな感じやった。って。あ、許すんだ。俺がスポンサーだったらボコボコ叩いとるけどな、お前舐めとんって、でえやって、やれやって言って、さらにこう、関係悪化するタイプやろうな。立場上やろ。うん。まあそうなるやろな。これ、老害の極み？スポンサーは選手優先が多いよって。あれな、あの、日清な。カップヌードル。昔、ナオミちゃんバージョンカップヌードルとかもあった。日清か。まあでも日清はな、マジでな、あの、ジャビロクワイのあの CM が、すごい良かったからな。俺大好きだったあれ。ワールドカップの時にやりよった。ここ食べれるのっていう。あの床が動くやつ。あれすっごい好きだった俺。歌も好きだしなあれ。いい歌だと思ってる。PV に5期出てくるやつな、あれキモいんだ。知らんの、マジ見た方がええで。ジャミロクワイで。床動く曲、それや。最後だけ買う歌のやつね、そう。カップヌードルだな。5個食べれんのって。あれ好きだった。ほんと。あれは2002年ワールドカップだったかな。ワクチンも注射しないの？いや、したいと思ってるんだが、全然できないんだが。うちらのお前、親父おかんすら、ようやく取り付けたんだもん。なんか10分ぐらい電話かけて、ようやく繋がったらしいわ、かしら。ずいぶん飲みますやん。だってもう、飲まんとやってられんじゃろ、こんなの。マジやばいんだが、藤井先生が。
一敗でも厳しいんだが、いやでもなんか相当電話電源ずっと放置しとったらしい。10分放置でようやく出たらしい。まあ、別に歌んでもいいやけどな、あんな俺は怖いし。逆にあれなんなら本当大丈夫だ、あれワクチンってなんか熱出るらしいんだから、まあ弱い人は。三つぐらい負けれる。いや、それでもよ。まだまだ敵はおるから。次お前、屋敷先生やぞ。怖いよ。しかも激痛。でも俺注射はまあまあ強いけど、耐性あるけんな。別に怖くもなんともないんだが。俺歯医者でクソ慣れたけんな。あの麻酔の。歯に打たれるんとかまあまあ痛いんだが、あんな腕に比べたらもっと激痛なんですけどね。もうそう考えたら別に腕に打たれるんぐらいはもう余裕のあれなんですわ。筋肉注射はもっと痛い。やられたことあるんですけど、別に余裕だったんですけど、まあ痛かったが。その辺ビビるような俺ではない。経験済みですから。親知らず抜きましたって。親知らずも抜いたことあるんだが、俺は。破壊して、ぐじゅぐじゅに。もうなんなら果肉ごと取っとるんだが。尿道カテーテルもやってるから、ほぼほぼ俺もう、体勢フルマックスなんだが。何されてももう俺ビビらんで。果肉とはって。この辺のお前肉、そぎ落としとるけんの、俺は。老害ゆえの経験、もうボロボロよ、俺、ほんと。でもそのボロボロの中に蓄積されとるけん、俺。体勢が、いろいろと。尿道カテーテル絶対やりたくない。ビビっとるんか？俺はもう、次会っても別にええぞ。構わん、もう。大体わかっとるけん。その、流れは。嫌やろ。なんとかなる。もう、初めてじゃないから。でも本当はやりたくない。老害特有の、病気マウント。尿道開いてるの。まあ、開いとるかもな。若干人よりかは。入れられてるからな、管を。そこそこな、レベルの管を。ニュルって。ニュルンベルクよ、あれ。マジで。今思い出しても鳥肌が立つわ。言えたじゃねえか。怖い！怖いよ！じゃろ。でもそのうち来るけんの、お前ら何も。晩年、気をつけとけよ。来るのはいきなりだぞ。全身麻酔で起きたら刺さってた。それ幸せな方やな。歴戦を。痛い？痛いよ。当然痛いだろ、そんなもん。お前、尿道に入れるんやぞ。そこそこな管を。そんな入らんってって思うやん。入るんですよ、これが。なぜか。抜くとき痛い。抜くときは、1000度ぐらいになる。尿道が。800度は超えとったと思う、俺。抜き寄るとき。燃えたけ。炭になるかと思った、俺。ワイの具足が。芯燃えた、燃えた。
いや、わからん。実際はそんなんでもないんやけど、体感な。俺の。煙出た。煙は出たな。漏らしそうっていうか、恐怖の方が強いけん、そういう時は。揺らせんな。なんでなんやろな、あれ、俺も。気がついたらよ。あれはまだ、俺も若かった。25歳ぐらいですか。4歳かな ?24 ぐらいか。よもやま話。あれは僕がまだコンビニでバイトしてた時でした。違和感を感じたんですよ、へそに。浮いてって、お腹痛いってこう、ぬるってなって、こう見たらなんか、海が出とってへそから、うって。これは、まずい。ほら、ダメんごって病院に行ったら、これは手術しないとダメですね。なって。やめますって、コンビニやめて。もうこんなん仕事できんでって。無職になりますって。で、俺は満を持して入院することになった。へそからだ。臭そう。臭かったよ、ほんともう。腐った後みたいになっとったけど、なんかもう、出とったけ。なんか、へそから。俺、へっこんどんやけど、なんか出てた、もう。デベソみたいになってた。腫れて。痛い痛いって。もうダメだって。くっしょーって。いや、やばかったで、マジでもう。違う生命体を見た、俺は。地球外。行くわ。で、まあ、満を持して、入院したわけさ、俺は。これはって。検診して。おかんと言ったんよ。なぜか。で、まあ、聞きよったわけよ。お母さんって。この子、あれじゃなかったですかって。生まれた時、へその緒とか残ってなかったですかって。いや、わかんないですって。そうよなって。それはそうだ。これ残ってるんですよって。そのほうがって。それになんかもうこうバイキンついてぐちゃぐちゃになっとるんですよって。なって。いや、そんな今更って。まあ、不衛生にもしとったんじゃろうな、俺が。これはもう腹裂かんと摘出できませんわって。なって。服用、てか最初抗生物質もらって飲みよって治らんかったよ、俺、そういや。で、おかん呼び出されたんよ。俺で治るからみたいな抗生物質が効かんかったんや。と。で、満を持して聞いた話がそれですわ。へその緒っていうかな、なんかが残っとったんじゃろうな。別にへその緒とかじゃないんかもしれんけど。死ぬかと思ったよ。いや、だって治るって言われたらもう飲んで治らんかったんやけ。で、日に日に悪くなる。で、最終的にはぐちゃぐちゃになったと。お前舐めとんかって。言った結果がこれでしたわ。レアケースなのでは。多分そうだったんだ。でもこれ拉致があかんと。腹咲いて、その根源を断つっていう、え?治療法に変えます。ファーって。いや、まあ、治らんなったらもうしょうがない。やるしかねえわ、って。俺は、その、で、こう、ベッドに座らされたわけよ。どうなるんぞ、これって。ドキドキしよったら、筋肉注射よ、そこで。ちょっと注射打ちますね。痛いですよ。うん。あーすって。もう相当痛いけん。ケツに打たれたけん。あーって。いや、痛い痛い痛いって。
って思いよったらもう、次起きた時はベッドの上だった俺は。あら、すごいってなったわい、あれ。え、終わったのって、ラッキーって。もう手術終わりましたって。気がついたら終わってた。あ、すごいって。医学の進歩すごいって。で、そっから地獄が始まったわけ、俺の。天井眺めよったん、起きたら。で、初日よ。もうずっと、気だるい感じやけ。寝よったん。で、まあ動けんわけよ。もう死瓶を置かれたんよな。お、これが死瓶ですかって。俺に入れたらええんかって。余裕やがって。踏ん張っても出んのよ。尿が。うって。腹に力が入らんからな。腹、咲いとるからな、俺は。で、その下、Y 字に、パッスーって。で、まあ、まあ、出ねえわって。笑いよったよ、俺は。ふふって。まあ、そのうち出るじゃろって。これが次の日になっても出んかったんや。踏ん張れんのやが。っていうか普通出るじゃんって。尿やるのにって。でも俺は最後まで抗いよったけど、出ますからって。俺はもうカテーテルも。カテーテル？知らんけん俺その時。あ、じゃあそれでいいんじゃないですかって。尿道にあの、管刺して、取るからね。いや、出ますって。そこで冷静に戻った。いや、出ますからって。そんなんされてたまるかって。何言っとんや、こいつって。バカなのかって思いよった。抵抗するのはしよった。出んのよ、これが。脳みそパニックになったね、もう俺、あの時。やばいって。このままじゃ刺されちゃうって。出さなきゃ。でも出ない。もう泣きそうになっとった。でも、ついに俺も観念したわけよ。これはもう出ねえわって。なんで出ないんだって思いよったよ。仕方ありませんねって。僕も男です。やりましょうって。出てよ。それな。屈辱の。じゃあやりますよって。若いんだ、これが。また。なんでって。ちょっとお前。そんじゃん、おじいとかお前にやらせろや。ご褒美ですよ。たたんけん。マジで。若くても。縮こまっとった、逆に。これは俺の本気じゃないよって思いながら、見んといてくれや。本当だったらもっと、あれなんやでって。お恥ずかしい話なんですが。こんなん俺のマックスじゃねえから。ガスって、あーって、あーあーすごいって。もうそっからはもうよくわからん。最初に入った時は痛すぎただけで、そっからは、ドゥルドゥル入っていったはずや、あれ。めっちゃ入っとったんや。あーすごい！で、俺はもう、息も絶え絶え、ね。寝よったわけよ。したらよ。次の日に、おかんが来たんよ。見舞いに。したら、これ、漏れとるよ！カップから、漏れた尿が床に、ジュリーって、それを拭いてもらう。わい。タルタルに出とるんだな。今まで溜まっとった分が。俺のせいじゃないのにって。
そんなん知らんよって勝手に出てるもんって。もうカップを、漏れた。24歳が、ね。24歳の時おかんなんぼや。60ぐらいか。に、床をふかすっていう作業。しまんって。でも前のせいじゃないで。それはもう俺の範疇を超えてるからって。まあしゃあないな。それは。それは俺もどうにもならんから。自分で受けや。くっそ。小道寺。まあそんなこともあったわけや。わしの若気の至りってやつや。かわいそう。悲しい、悲しい。KC に感謝。ええ話。で、ちなみにその看護婦が合コンの時におったっていう話まであるんだけどな。うわーって。なんなら向こうが引いとったっていう。え、なんで？いや、こっちもなんで？みたいな。そんなことはきついわ。引くわ。向こうが引いとったわ。こっちも引くわ。最悪やな。最悪よ。そっから始まるの？始まらん。むしろ向こうは引いとった。完全に。よう買って入れられたんだぞ。だけんよ。愛のあるにあれしてくれや。そんなん言ったらもう案件だろうが。始まってよ、始まらん。もうあの辺で俺はもう偏見がついたんかもしれんな、逆に。尿道。またカテーテル入れてくれや。そんなんもう逮捕やろ。山の内尿道くぅー、マジで思い出したくもない。クソみたいな思い出だぜ。まあそんなこんなあって俺は強くなった今。嫌な思い出すぎて、それな。結構いろいろ悲惨な目に遭っとるんですよ、僕も。こう見えて。なんだかんだ41年生きてないですから。だから、ナオミも頑張るってことよ。そうよ。こういう悲惨な目に遭っても、こうやって頑張って生きてる奴がいるんだ。経験値、悲惨よ。悲惨度合いで言ったら俺まあまあやで。俺が一番病気になっとんじゃないか。それでもこうやって生きてる。生きてたらいいことあるから。ナオミへのエール、そうや。やけん、ナオミ、打つっていうのに逃げんといてくれ。頼むけん。頑張ってくれ。
そこで鬱で片付けたら、お前の選手生命はここで終わるぞ。謎の使命。喉もおかしくなった。あれはひどかったよ。あれは仕事中やった。突如じゃないけど、あれ飲み寄ったんかな。飲んで、こう、便所でゲロ吐き寄ったん、俺は手突っ込んで。そんなもん繰り返しよる日常があったんよ、俺にも。飲んでは吐き、飲んでは吐きみたいな。衛生面はもう、ゼロみたいな感じで、そういう汚い時代もありました。これ最悪や。もうこの指をこうね、もう不衛生な指でこう喉の奥まで突っ込んで、こう便所でガーって吐き寄る時代、そんなのを繰り返しよった時期が俺にもありました。メンヘラ。ふと仕事中に違和感が。ていうか熱が出た、めっちゃ。いや、もうこれ仕事できませんわって。熱あるんって。じゃあもうちょっと病院行ってこんけん。仕事中に抜け出して、こう、夜間病院に行ったの。で、よくわからんけん、なんか点滴打たれよったよ、俺。ベッドに横たわって、あーって、これは効くわって、やっぱ点滴は違うなって思ったら、あの、塩招きみたいになっとったよ、手が。なんか漏れとって、ぼっこ腫れとったけん、腕が。え、これって。医療ミスって。いや、大丈夫ですよって。これ、あの、吸収されますんで、って言って、追い返されたっていう。はって。でも全然体調は治ってないんよ。いや、ほんとぞ、めっちゃ腫れとったけど、マジで。あれ、もう、点滴が、あの、血管じゃなくて、あの、体内の方に出とったはずやけん、あの時。おーっと腫れとったけん、俺、手。これ、大丈夫ってぐらい。ダメとってなったけど、なんかもう、妙に納得して、あ、大丈夫なんかって。で、寝たんよ。とりあえず寝たら治るか。全然治ってないの。喉も相当痛いし。これやばいんじゃねえのって。で、ちょっと仕事前にちょっと病院行ってきますって言って、行って、あの、こう、何喉、こう、呼吸器科みたいなとこ行ったんよ。知ったらよ。君、って。これこんなんしてたら死ぬよって。えていうか、うちでももう無理やけん。あの、愛大附属病院にあの、紹介状書くやん。そっち行ってって言われて。何をってなったわけん、俺は。いや、ちょ、もうこれもう仕事とかそういうレベルじゃないですわ。で、愛大病院に行ったら、即入院な。わーって。いつも命の危機。そっから俺の闘病生活が始まった。死ぬよって。でもめっちゃ腫れとったけどな。左、何やったかな、あれ。左頭葉、なんとか、なんとか、やつ、みたいな。なんせここの喉のあれが腫れて、もう圧迫して呼吸困難にまでなるぞ。っていうレベルのやつやったわ。で、そっから闘病生活。一週間。でも一週間っていう。痩せたね。あの時は俺。病院食はやっぱり痩せるね。まずすぎて。緊急入院モード。コンビニのおにぎりが美味しかったんだ。退院するときのシーチキンマヨネーズが、おかゆばっか、そんなレベル。で、なんか呼吸、吸いに行く作業、午前中の、
なんかあるんよ。こう、ミストが出る、マウスピースみたいなのが、それ、挟んで、一生それ吸い続けるっていう作業を俺やりよったけ。何これって。広報、広報って。拷問？もう。機関拡張そんなんよ。ひどかった。ほんと、あれもひどかった。喘息の効果よくするやつや。ああ、ほんと、なんでこんなことになったんだ、俺は。でもそんなん跳ね返して今頑張ってるから。いろんなとこ拡張されてる。まあ、あれ、あの時は俺もちょっと、あれやったけ。無茶しょったけ。今そう考えたら、まあまあ、ゆるゆるやっとるかも。だいたい便所でな、あの手突っ込んで吐きうるようなのはもうダメだから。こんなことしてたら死んじゃうから。あ、ナオミ、切り取るか。でも今の健康に気使ってる感じもないっすよ。まあ確かに。なんで吐いてたん？飲み寄ったん、ああ、ようなような。てかやっぱ喉とかはな、あの、あれなんだ。てか俺の手が汚かったんだろう、その時。そこに、こう、もうそーっと突っ込み寄ってけんの、俺喉の奥まで。もう吐けんけん。普通ちょっとこう行くぐらいやん。もう俺はもう、こう、がっぽり入れよったけん。バカみたいに。奥の奥まで。手を。これには俺も失笑って。最近ゴリゴリよ。もうやめようと思った。胃に到達してた。まあもう食道ぐらいまで行っとったかもな。ペイントで書いてくれ。こうなっとったとしたら、これが、まあ、俺の、あれやとしたら、手がまあ、ここまで入っとったかな。こう。この辺くすぐる感じ。でも、ぐじゅぐじゅな、ここ。もう、破壊な。これで、いや、言っとったはず。なんとかこう、先っちょまで行こうと頑張りよったはずや。で、ここで、こう、逆流してくるけん、ここで刺激されたら、こう、ブワーって、もうこうなるから。これを体現しようって感じだろう。バケモン そんないかんでも吐けるやろ。いや、吐けんかったやん、俺は。わーすって。とりあえず吐きたかったやん、もう。気持ち悪すぎて。で、こんぐらい行くで、多分。この辺とかじゃ、どうにもならんねん。ここまで行って、ようやく、トレーって。リバース。指飲んでるで、あんた。これで、もう俺も、ちょっとあの、あれを感じた。もうやばいな、俺若くないなって思った。
酒ばっかですよ。俺酒の失敗いっぱいあるで。あれはいつやったかな。飲んだんよ。飲んで帰ってきて、タツの部屋の、あの昔のタツ部屋があったんやけどな。トイレで、お風呂ない。風呂な。トイレな。でこの辺にそのスペースがあって、ここに立つのベッドがあったよ。で、なぜか俺はこう飲んで帰ってきて、ああって嫌があって、このベッドで寝よったら、俺は寝よったよ。ああ気持ちいいがあって、ここでゲロ吐いとったよな。ふえーって。だここに帰ってきたタツがそれを見た瞬間に、切れられるわいな。胸ぐらつかまれて、風呂場にバーンってぶち込まれて、冷水をかけられるっていう。で、その後スマキな。さよなら。で、ブチギレな。え、そしたら死んどる。わい、もうちょっと大人の飲み方せえよって言われた。ええ、大人が。本当って。そもそもここでゲロ吐くなという。寝ゲロはな。あと、俺はあれだけど、俺と、トシと、合コンな。で、もやしだめっていう。やりよったわけですわ、ここで。主催は、トシな。で、わいわいわーいって、楽しんどったわけや。合コンで鍋豚バニー、バニー来てなかったけど、ええもん食うやって、あ、うめえうめえって。ここで、なんかこう、ぽっくり、日本酒一気、なろやって。ね、おちょこでって。負けたら、っていう流れになっとったわけです。なんだそれって。俺日本酒嫌いなんやけどって思いよったやけど。で、まあ、負けんわけよ、俺は。ああ負けたって。負けた。負けたって。で負けたって。しょうもない奴らやでって。俺全然負けんかったんよ。うやがこれなんなんて。価値格やがって。なあ。強いやん、よう言うよって。なん、なんすって。俺負けたんよ。ようやく負けたらなぜか俺だけこう、こう、おちょこじゃなくて、何この、とっくり。とっくり飲めや、お前って。はいって。お前はとっくりやって。で、俺もよう分かってないわけよ。日本酒がどういうものか。まあ嫌いやけどなって。まあでもそんなんしょうもない。大したもんじゃないじゃろって。俺は一気したんよ、これを。一気な。やりまーすって。調子乗って一気したら、俺はこのもやし鍋がゴーゴーと煮とるもやし鍋のとこに頭を突っ込んだと。倒れて。
で、ギギャーってなって、冷めて帰る。トシが俺を病院に連れて行く。俺はもうゲロ吐き寄る。車椅子に乗せられながら、QR な。これ。死ぬよって言われたらしい。これも。あの、院長に。なんてことしてるんですかって。ビビる。ビビってた。死ぬよって言われたって。お前舐めとんかって。リアルに、こう、クルナスで押されるとき俺ゲロ吐き寄るけんだ。なんなんだお前って。死にかけすぎ。ここに突っ込んだ時点でもうすでにギャーってなっとるけんな、俺は。ぐつぐつと2円下げっとるもやしくんの中で。大丈夫やった。なんとか、なんとかなった。消しかけた。消しかけたよね。そもそもな、こんな、日本酒とかな、あんな、日記したらダメなんよ。わかった、俺は。それ、ここで俺は日本酒はもう嫌いになったけん。てかもう、元売り好きじゃないし。日本酒罰。クソ。嫌い。もう二度と飲まねえって思った。16ぐらい。っていうかな、別になんで負けたけんってお前、この違いは何なん？俺もおちょこで飲ましとったらええんちゃうんって思ったけどな。何そのノリって。そんなん、おかしいでしょうよ。飲み方罰。ね。見てたの、調子乗ってたのな、ハゲが。ザビエルが。やっちゃいまーすとか言って飲んだやろ。きっと。当時は。その若かりし頃の Y は。の結果がこれよ。バラエティのノリよ。ナオミ聞いとんか？このメンタルを持っていけよ。わかっとんか？昔の自分に一言。クズ。死ね。お前は100遍ぐらい死んでから転生して戻ってこい。クズな。今の自分に一言、頑張ろう俺。差し当たって、安田記念。直美に振るな。いやでも直美には頑張ってほしいと思っとるけん、激励やでこれ。俺、もうもはや、こっき。激励からの、ファイトからの、励まし。言わんわ、クス。100倍頑張っとる。でもなぁ、あの、危険はどうかと思うよなぁ、やっぱり。そこは、あの、自分の実力を見して跳ね返してほしかったと思うんですけど、ちょっと逃げじゃないですか。あの、危険は。ナオミさん、どうなんですか、それは。俺はそう考えるものですけど。なんが、いや、やけん。俺が言いたいのは逃げんなってことない。クレイ以外あれだ、やっぱナダルな、今回もクレイコートは全仏はナダルで決まり。誰も勝てん、そんなに強いんか。テヌシも精通してる。いや、ナダルのクレイコートは最強っていうのは知っとるんだが、俺は。1.0 倍よ。
ジョコには。いや、ジョコとかよ、お前、ナオミになんか物申したな、あいつ。ほんと、破壊しまくっとるくせに。ていうか、ナオミの破壊動画も見たけど、俺、ちょっと、あれは、幻滅したわ。ていうかな、このな、なんで破壊するん？テニス選手ってあれ。あれ、俺、相当許せんのやけど、全員に言えるが。作った人の気持ちも考えましょうよ、ちょっとはって。あれがなんか一般に、こう、ああ、ええよって容認されとんが俺よくわからんのやけど。イラつくら、じゃあゴルフでお前、パターとか打ったらもう使えんっていう、制度のせいや、テニスも。それやったら誰も叩きおらんじゃろうが。あんなん許しとるけん、なんぼでもお前、パーンやるやつが出てくるんやろ。お前大パンすりゃ、千中ねん、俺は。何が紳士のスポーツや。それだ！いや、あれ、なんでな。なんであれ、許されとん。替えがあるけんあんなことするんや。替えがないようにしたら、絶対誰もせんなりますやん。なんでそこをちょっとこう、テニス協会とかは言わんのかなって思うんですけど。金あるけんどうでもいいよ。いや、やけん。やめさせろって言ってるんよ、俺は、協会に。ある程度感情を爆発させるのスポーツには大事なんよ。え、ほんと？あれ見たとき、どう思うじゃあ。不快にならんか？まあまあ。パーンってやるよ、見て。やったやったってなる？これこれこれを待ってたんだってなるか？絶対ならんのだが。割と深い。いや、深いやろ、あんなもん。どう見ても。いや、俺は、はっきり言って、あれ見たら、こいつってなるわ。ビキビキって。プレイの範囲じゃない。じゃあ、お前、藤井先生がお前、駒をお前、パーン叩きつけて、持ち駒とかパーン叩きつけて、どう思うぞ、そんなしよったら。で、なんも、なしにこうやって持って、こう、駒台に戻したのを見たら、どう思う？笑わねえよ！それと一緒のことをしよるようなもんやぞ。はっきり言って。テニスのラケット壊しは。俺、あれだけはな、煽り抜きでやってほしくないと思ってる。選手に。相当嫌な気分になる。あれ見たら。パーンとかやるよ見たら、こいつって！もうこっちがこうなるわ。なんかもうこう、拳を構えたくなる。珍しく同意見。ほやろ？見てる世界が違う。それでもよ、そんなにお前、まあ、イラつくんもわかるよ。でも、こう、ちょっとグッとこらえたらいいやん。なんでこらえれんの？なんでパーン行くん？それじゃあ、もう、あれや。蹴り寄ったぞ。ナオミよ。まあ、蹴るんもちょっと可愛い感じやったけど、まあ、ええけど、でも全力の蹴りとかやったら、もう俺、切れとるな。勝手に体が動くんよ。じゃあなんかそれ用の用意せえや。なんか、ボヨーンってなるような。なんでその今まで使いよったもん使うんと。それ用の、あの、何？作れや。なんぼでも叩きつけてもボヨーンってなるようなん作ったらええが。座布団。いや、座布団とかじゃなくて、もうそれ用のやつ作れ。ゴム製の。投げてもどうにもなりませんよ、みたいな。そしたらもうむしろ投げた方が煽られるみたいなのを作ってほしい。
壊すよっていうか、むしろ煽る。って。何ションスってボヨーンってなるラケットを作ってほしい。で、さらにこう、イラつかしたい。やったやつを。なら発散できんがって。むしろベロ出すようなやつ作ってほしい。投げた瞬間に。ね、アンションスって。全然効かんのですけど。でもっと投資を上げてほしい。やらないと。かわいそうじゃろ、今まで一緒にやりよったラケットが。なんかイラつくが、それでええんよ。イラつかしたんよ、もうそんなんするやからには。壊されるものの感情移入しよんけ。そうや。俺たちはラケットなんだ。だってあまりにもじゃろ、それじゃあ。今までやりよったラケットが、パーン破壊されるの見て、お前。何が楽しいんだ。それで点も取っとんやぞ。ナオミちゃん分かっとんですか、みんながやりよるけん、やるんですか。ラケットは消耗品って考えやから。うっ。トップルで破壊したことのやつはほぼおらん。その文化をじゃあ、どうにかせえや、そんなお前。今の記者会見やめるとか言うんやったら、お前破壊する方の文化をどうにか破壊するようなことを言えや。何をちょっと違う方に行きよんや。ナオミ？お前が言うなって。ニシコリも、ああ、いつもやりよったな、そういや。ナダルは一本も壊すことない紳士。ナダル好き。俺。ナオミ見てるか？いや、マジで、もう考えを改めてくれ。ハゲやからな。やっぱ違うわ、ナダルは。ナオミのツイッターに突如。突如か、これもう、ほんと。ナオミーって考え直してって、試合中フラストレーション発散できるものないんだもんって。なんかあるやろ他にも。なんでそれが破壊につながる。モンハンか、ほんとしょうもないの。狩りな。そういうことな。すっきりする。いや、すっきりするにしてももっとあるやろ、じゃあ、他にも、お前。その辺にスイカとか置いとって、お前、斧でも持っとって、こうやってパーンってやったらいいか、じゃあ。何もラケット破壊せんでもよかろうが。薪でも置いとって、お前、斧で叩き割れや。じゃあ。似たようなもんやろ、それ。いや、一緒やろ。もう、もはや。ストレス発散って言ったら、もう一緒みたいなもんですよ。巻きもかわいそう。うるせえ、あげたな、っかいなの見るな。まあ、見てはないんやけどな、俺も。エースポで見ただけやけ。その状況を見たわけではないんだが。あれは見たけどな、あの、ラケットパーンは。現場来いって。やっぱそうなるの。スイカ壊してんか。いや、切った後食べたらええやん。あの、何ボールボーイとか、その辺に振る舞ったら、むしろ和気あいあいとしてええんちゃうん。え？それはそれで生産的なんちゃいますの。
ラケット叩きつけるよりなんぼか生産的じゃないんすか。微笑ましいな。そうやろ？ジョコにも言えよって。あいつも大概やで。ほんと。別に俺はあいつは紳士やと思ってないし。むしろ嫌いな部類な。俺ジョコとか。やっぱナダルよ。フェデラーよ。フェデラーとナダルこそ紳士。ジョコはそうでもない。嫌い。ジョコビッチ嫌い。セリーナ好き。使ってたラケットを壊すことに意味があるからどうにもならん。ラケットなんて所詮物やけん。ぶん投げたらいいんよ。やっぱや、そういう蛮族もおるけんの。結局そういう層が一定数おるけんな。そう考えたら俺らみたいな、にわかがいくら吠えたとて、覆らんのは事実。まあ別にええけどな。もう何でもやってくれ。テニスなんかどうでもええし、俺。今思ったら。なんでこんな話でこんな広がったっていうレベルだからな。存分にやってくれ。やりたいやつはやりゃいいんだ。結論出た。そう、もういいんだ。ゲームしよう。もうそんなの、どうでもいいんだ。おいおい、間違っとったで、お前ら。戻ろう、本筋に。お、今からかな？やるで、俺は。ようやく、温まってきた、俺。